Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, loving this devotion. で次ですね、良品を選ぶ方、良品を選んだらですね、次保存方法をしっかりしたいなというところで、まあ、大きく2つですね、まあ、先ほど追熟みたいなことを言ったんですけど、実際追熟はなし、あんまないですね。もう取ったら、その状態で、まあ、若干熟成するかなって感じですね。でその梨屋さんもですね、農家の方もベストなところで取ってると思うので、梨はですね基本追熟なしでですね、買ったらできるだけ早く食べるというところが重要なのかなというところですね。はい。で、もし、こう、一袋1000円とか2000円とかで、何個か入って買ってると思うんですけども、そういった場合ですね、全部結構もういい時だなと、ベストタイミングの熟し方だと、今だっていうタイミングがあると思います。そうすると、でも食べきれないなと言った時にですね、まあ、できるだけこう小分けにして袋に入れて水分飛ばないようにして冷蔵庫の野菜室に入れておくのがいいのかなというところですね。はい、これが保存方法のまあ大きく2つですね。はい、はい、ということ で動画を最後まで見ていただいてありがとうございました。よろしければいいね、高評価ですね、するとコメントお待ちしております。何かアドバイスやリクエストとかありましたらぜひ書いてください。あとですね、工程料理について、興味ある方いらっしゃいましたら、コメント欄とかに、書いていただければ何かお手伝いできることがあると思いますので、ぜひチャンネル登録と、合わせてよろしくお願いいたします。それでは、また、アラポクシェンのポ。